では今日、ルカの福音書69回目なんです。今日のメッセージのタイトルを確認しましょう。ルカの福音書69回、食卓での諸々の教え、前半です。その1です。ルカ14の1から11ですね。では、朗読お願いします。ルカの福音書第69回、食卓での諸々の教え、その1、ルカの福音書 14章、一節から十一節。ある安息日のこと、イエスは食事をするために、パリサイ派のある指導者の家に入られた。その時、人々はじっとイエスを見つめていた。見よ、イエスの前には、水酒を患っている人がいた。イエスは、立法の専門家たちやパリサイ人たちに対して、安息日に癒すのは、 立法にかなっているでしょうかいないでしょうかと言われた。彼らは黙っていた。それで、イエスはその人を抱いて癒し、返された。それから、彼らに言われた。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、暗息日だからといって、すぐに引き上げてやらない者があなた方のうちにいるでしょうか彼らはこれに答えることができなかった。 イエスは客として招かれた人たちが神座を選んでいる様子に気がついて彼らに例えを話された。結婚の披露宴に招かれた時には神座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれません。あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってください、ということになります。その時あなたは恥をかいて、 末席に着くことになります。招かれたなら、末席に行って座りなさい。そうすると、あなたを招いた人が来て、友よ、もっと定席にお進みください、と言うでしょう。その時、共に座っている皆の前で、あなたは誉れを得ることになります。なぜなら、誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからです。 はい、ありがとうございました。ではもう一度タイトル確認です。ルカの福音書69回、食卓での諸々の教え、その1、ルカ14章1から11。今日はこの箇所からお話をしたいと思っています。さあ、いつものように文脈の確認、とっても大事ですね。文脈の確認を今からしたいと思っています。ルカは、 エルサレムへの旅という枠組みの中に主寿の教えを配置しているですからイエスがエルサレムに三河を向けて進んでいかれるという大きな枠組みが今設定されているわけですそして主寿の教えがそこで語られているわけですでルカの福音書13章18節から中心テーマが新しくなりましたそれが「神の国」中心テーマが「 神の国というテーマに変わりました。だから神の国に関する教えが今語られているわけです。で、大事なポイントは神の国っていうのは何かということですが、これはメシア的王国、これはユダヤ人たちが使う言葉ですね。メシア的王国、あるいはクリスチャンはこれを千年王国と呼ぶわけですが、神の国というのはメシア的王国、千年王国のことであるということですね。 さあ、これ理解しておくことは非常に大事なんです。神の国というテーマ、これは旧約聖書の予言のピークなんです。旧約予言の中にある希望のピークが神の国、千年王国なんです。福音書に入っても、イエスが教えた教えの中で神の国というテーマは極めて重要なテーマです。そして神の国というテーマは今度は終末論に関わってくる。 だからヨハネの目視録は神の国がいかにして設立されそれから永遠の御国に行くのか新天新地に行くのかということを予言しているわけです。で神の国というテーマは旧約予言においても福音書においても終末論においても極めて重要なテーマなんですが私が自分のことを振り返ってみますと新学校を卒業しましたけれど卒業したての頃は 神の国に関する理解が本当に乏しかったんですで。卒業してから数年後、アメリカから来られていたある宣教師の先生と話をしていたときに、彼がこう言ったんですね。これからは神学的には神の国というテーマが非常に重要なテーマになる。私はその文章を重く受け止めました。けれども、はという感じでもありました。 神の国が重要なテーマになるとはどういうことなんだろうか。その時も理解できなかったんですね。そして、ユダヤ人の信者、メシアニックジューの教師たちにたくさん出会うようになってから、初めて聖書的に神の国のことを理解することができるようになってきたんです。そして今、皆さんの前に聖書が神の国についてどう教えているかということを、ある程度体系的に お話をすることができるように整えられてきたわけです。時間がかかりました。ですから、日本人の一般的なクリスチャンが、神の国について言葉は聞くけれど理解できてないということがあったとしても、それは不思議ではなくて、そういう状況にもあるんだということですね。そのことをしっかりと今日も押さえておきたいと思います。さあ、 ルカの13章の18節からという話をしました。13の18から14の35までが大きな一つのブロックなんです。テーマは神の国です。そこを5つに分解してきました。1番目、神の国の例え話。これは終わりました。2番目、神の国への入国。これも終わりました。3番目、神の国の延期。これも終わりました。そして今日、 4番目、ここですね。食託での諸々の教え。14章1節から24節に来たんですが、これ1回で取り上げるのは難しいんです。ですから2回に分割して取り上げたいと思います。あらかじめどういう内容かお話をしておきます。食託で、イエス様が教えた、まあ、わ話と言ってもいいでしょうね。たく話をされた。それが4つのテーマがあるんです。1番目が、 水種の人の癒し、1節から6節2番目が結婚の披露宴の例え話、7節から11節3番目が客を招く時の教訓、12から14節最後が盛大な宴会の例え話、15から24節今日はこの1と2を取り上げます。水種の人の癒し。次が結婚の披露宴の例え話。 今この4つのポイントをもう一度確認しながら最後まで語り遂げることもう非常に嬉しい思いになってますねエクサイトしてますねなんとすごいテーマ神でなければ語れないようなテーマをイエス様はここで取り上げておられるわけですね今日はこの4つのポイントの最初の2つを取り上げたいと思っていますそして最後の5番目ですね 5番目が弟子の代価、弟子として払うべき犠牲ですね。14の25から35。神の国がそんなに素晴らしいんであれば、そしてそれが必ず実現するのであれば、弟子としていかなる代価を払っても惜しくはない。そういう教えがここでなされるわけですね。これが13の18から14の35の内容ですね。さあ、注目すべき点を見てみましょう。 今日、食卓での諸々の教えを取り上げているわけですが、4つありましたね。で4つの教えは、全部パリサイ人の家での食卓でイエスが語ったものである。場所はパリサイ人の家での食卓。で直前の文脈を見ると、これ大事ですね。ルカはどういう文脈でこの話を紹介しているかです。直前の文脈を見ると、イエスはエルサレムの崩壊を 予告された確認してみましょう13の35ですねこう言われたんです。見よお前たちの家は見捨てられる私はお前たちに言うお前たちが祝福あれ主の皆によって来られる方にという時が来るまで決してお前たちが私を見ることはないとイエス様言われたわけです。ここではエルサレムの崩壊そして主の再臨までユダヤ人たちはイエスを見ることがないという 予告が語られたわけです。で、ポイントは、これを聞いて、パリサイ人たち、イスラエルの霊的リーダーたちがイエスに敵意を持ったということですね。とんでもないことを予言するやつだ。敵意を持ったということ。その敵意という文脈の中で、この食卓の宴が開かれているということ。これがポイントですね。そして、ここでは、 その原因つまりエルサレム崩壊の原因が実は霊的リーダーたちにあることが明らかになる霊的リーダーたちはイエスに今腹を立てているわけですと同時にエルサレムが崩壊していく理由は実は彼らに原因があるんだということこれが今日の話からも明らかになっていきますね このことを注目すべき点として押さえておきましょう。そして今日のメッセージのアウトラインです。4つのたく話の中の1、2が今日のアウトラインです。1番目、水種の人の癒し、1節から6節。2番、結婚の披露宴の例え話、7から11ですね。この2つについてお話をしたいと思っています。そして今日の結論、着地点です。適用ですね。キリストの模範。 キリストがどういう模範を示しておられるのか。そして2番目、今日の話の個人的適用これを共に考えたいと思います。では、アウトラインに戻ってください。1番、水死の人の癒し。2番、結婚の披露宴の例え話。そして着手点。キリストの模範、個人的適用さあ、これでイントロダクションが終わりました。 私は用意できました。皆さんいかがでしょうか今日は食託での諸々の教えの中の1と2、1番目と2番目の話をこれから学ぼうとしています。ご準備よろしいでしょうかいきますよ。Are you ready? はい、ありがとうございます。では、行きましょう。まず、ローマ数字の1番目。 水種の人の癒し。一節から六節ですね。一節を見てみましょう。こう書かれています。ある安息日のこと。イエスは食事をするために、パリサイ派のある指導者の家に入られた。その時人々はじっとイエスを見つめていた。はい。一節ですね。まあ、ルカはここである男の人を紹介してますね。 実はこれ、ルカはバランスをとってるんです。数回前の話、思い出してください。ルカ13章の10から17で、腰の曲がった女の癒しの記事がありました。女性が癒されたんです。この箇所ではバランスをとってルカは、水種の男の癒しの記事を紹介しています。まあ、ルカっていうのは、バランスの取れた人ですね。金持ちにも、貧しい人にも、また、 男性にも女性にもまたユダヤ人にも違法人にも目配りをしている本当にバランスの取れた人物だなということをここでも感じますね。さあこの場面ですがイエスはあるパリサイ派のある指導者の家で食卓についたつまり招かれたわけです。パリサイ派のある指導者とあります。 パリサイ派の指導者っていうからには、彼は当時のユダヤ議会、サンヘドリンと言います。あるいは70人議会とも言うんですが、議会の議員ですよ。パリサイ派の指導者、議会の議員でしょう。間違いなくそうだと思います。その人がイエスを食卓に招いたんですが、この人物がイエスに好意を持って 招いたんでででししょょうかというううかかどととこすがさっき確認したように大きな文脈大きな流れで言うとイスラエルの霊的指導者たちがイエスに好意的であったわけではないんです。パリサイ人たちはむしろイエスに激しい敵意を抱いていた。確認したい方は11章ルカ11章 53、54を確認してください。で、ここでも彼らはイエスを逮捕する機会を狙っていた。つまりイエスが立法違反をして、そしてイエスを逮捕する機会を狙っていた。だからイエスをじっと見つめていたとルカは記しているわけです。ここはリビングバイブルが面白く訳しています。 目を皿のようにしてと訳してるんですね。これいい表現ですね。目を皿のようにしてイエスを見ていたということですね。さあ、イエスが食事に招かれたのは安息日です。ある安息日のことってあります。これまでもイエスとパリサイ人の間に論争があったんですが、一番たくさんあった論争は安息日をめぐる論争。 安息日の解釈が大いに異なったわけです。で、パリサイ人たちが持っていた立法、古伝立法といいますか。古伝立法によれば、基づけばイエスは何度も安息日の規定を破ってきたんです。安息日にしてはいけないと彼らが考えていたことをイエスは行ってきた。で、ここでも彼らはイエスが 立法に違反するように罠を仕掛けたまあ安息日に病を癒すことをするかどうかをテストしているわけですねさっき申し上げたように食事に招いているんですが食卓を共にするのはこれはまあ日本でも同じですねユダヤ的文脈では圧倒的に友情の印なんです 友情を示す印として食卓があるんですがここには友情ではないあるのは何かというと偽善ですパリサイ人たちの偽善がここに存在しているということですねさあこれで一節の解説が終わりました次に二節に入りましょう見よイエスの前には水死を患っている人がいたはいルカは見よ 書いてますねこれこの書き方からわかるのはこの水死を患ってる人は意図的にそこに置かれたんですパリサイ人たちがイエスの前にその人をわざわざ置いたわけですねこれはイエスを逮捕するための罠です講和をしているイエスの目の前に水死を患っている人が置かれていたわけです まあ、水腫という言葉ですが、これはまあ、体に余分な体液が溜まってむくんでいる状態、異常にむくんでいる状態ですね。まあ、現代の医学用語を使えば、心臓が障害がある、あるいは腎臓ですかね。腎臓が機能障害になっている。その結果、起こる症状だというふうに考えられます。 霊的側面で言えば、当時のユダヤ教のラビたちは、水種の原因は罪にある。特に不道徳にあると考えていた。だから彼らは、不道徳の罪を犯して水種になっているこの人をイエスの前に置いて、イエスが安息日の立法を破るかどうかを試したわけですね。緊張感が高まってきました。さあ、次3節4節 イエスは立法の専門家たちやパリサイ人たちに対して安息日に癒すのは立法にかなっているでしょうかいないでしょうかと言われた。彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて癒し返された。はい。あっという間にことが起こりました。ここで注目したいのはイエスが先に動いたということです。イエスがイニシアティブを取って パリサイ人たち、立法学者たちに攻撃を開始したんです。その結果、パリサイ人たちはイエスを攻撃する側に立っていたわけですが、たちまち防御する側に立たされました。そしてイエスは、モーセの立法の解釈について質問しました。それがこれです。安息日に癒すのは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。これが イエスの質問ですね。パリサイ人たちは答えなかったんです。黙っていたんです。そこでイエスはその人を癒しました。翌日まで待たないで安息日に癒したんです。翌日まで待てば安息日違反だとは言われないはずなのに、その日癒したんです。つまりイエスは安息日に癒すのは 立法にかなっているということを示されたわけです。さらに癒し方ですけど、イエスは言葉だけで癒すことができたんですが、この場合は、その人を抱いて癒してるんです。ここには、肉体の癒しだけではない。心の癒しが伴っているということです。イエスは、彼の痛みを理解し、それをねぎらい、その人を あるががままで受け入れれてくださったそれが抱いて癒しという言葉です、ね、この男性がどのような苦難を通過してきたのかは書かれていませんが水死を患っているという言葉だけで肉体的な苦痛だけではなくて人々の目を人々の噂をそしてラビたちの評価を聞いて 非常に心に傷がついていたことが容易に推測されますね。その人の苦しみを知って、イエス様がその人を抱いて癒したわけです。そして次にその人を返されたんです。これもイエス様の優しさですね。本人を論争の現場から遠ざけたんです。そしてこれから語る、これから行われる議論に、 すべての人が集中できる環境を作ったんです。本人を論争の現場から遠ざけるという配慮をすることによって、さらに議論ができる環境をお作りになったということ。これが3節4節の内容です。次、5節6節に行きましょう。5節それから彼らに言われた。 自分の息子や牛が井戸に落ちたのに安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者があなた方のうちにいるでしょうか彼らはこれに答えることができなかった。さらにイエスは彼らに質問しますが、これ旧約聖書の教えあるいは古伝立法に言及してるんですね。旧約聖書でも古伝立法でもそうですけど、自分の息子や牛が 井戸に落ちた場合、安息日であってもすぐに引き上げてあげるではないかというわけですね。引き上げないものがあなた方のうちにいるでしょうかいないわけです。だから彼らは答えられなかったんです。彼らはこれに答えることができなかったんです。ここでイエスは何をおっしゃってるんでしょうかここでのポイントを見逃してはいけないんです。イエスは先ほど癒した水死の人は 自分の所有物であるということを宣言しているんです。イエスは天地の創造主であり、すべてのものの所有者です。私の命の所有者は主イエスなんです。イエスはこの水種の人を自分の所有物だと言われた。それ以上にイエスが言いたいポイントは、この人はイエスにとっては息子なんです。 息子なんですまあ私たちも年を取って両親を天に送る頃になってくると昔のことを思い出して「あの時親はこういう気持ちだったんだな」とか「随分心配かけたな」とか「親の愛」というのを昔は分からなかったものが分かってくるわけですね。まあ、それは 人間として成長して、親の愛が分かるようになってくるわけですが、クリスチャンも同じことですよ。クリスチャンも、霊的に成長するということは、神様が、私のことを、あなたのことを、自分の子供と見て、最善を願っていてくださる。本当に心配していてくださるということが分かってくる。瞬間瞬間、 それが分かる。それがクリスチャンとして成長するということですね。今、苦しみの中におられる方、戦いの中におられる方、神が遠くにいるように感じておられる方、そうではないんです。イエス様はあなたのことを自分の息子、自分の娘のように思い、あなたのことを心配していてくださるんです。どうぞ。 イエス様の見顔に目を向けて、今も生きて。導いておられる、働いておられる方に。もう一度。信頼を告白していただきたいと思いますね。イエスはこの人のことを。息子だと。みなしたんです。パリサイ人たちは、これに答えることができなかったんです。なぜかというと。イエスの。論理は。これは論駁。 不可能なものであるからですね。彼らはイエスが何よりも人の命を優先させていることを知っていたんです。だから論爆することはできないんです。この出来事はここで終わりです。それから次の話に入っていくんですが、押さえておきたいポイントは、この出来事は次に続く教えを語るための舞台設定となっている。イエスは 水種の人を癒すことによって権威あるお方としてご自分を表されたんです。その権威あるお方が神の国というテーマについて語るんです。ですからその教えに権威があるのは当然のことです。そういうふうにしてイエスの教えを権威ある教えとして受け止めていく。これが正しい読み方ですね。ではここで次のローマ数字の2番目に行きましょう。2番目。 結婚の披露宴の例え話7節から11節これを見てみましょうはい7節を読みますイエスは客として招かれた人たちが上座を選んでいる様子に気が付いて彼らに例えを話されたはい食事の席がまだ続いているわけですね イエスはここで招かれた人たちに教えるわけですが、テーマは何かというと、謙遜です。謙遜の重要性について教えるんです。ルカはこの教えを、例えという言葉を使って表現しています。例え、あるいは例え話っていうのは、これは、霊的適用があるんです。だからここでのイエスの話っていうのは、単に、 社会生活上の教訓ではなくて、霊的教訓を含んでいる。つまり、神との関係における謙遜を含んでいるというふうに理解すること。これが冒頭に押さえておきたいポイントですね。霊的適用があるんだ。この話は、パリサイ人たちのプライドを強制するためのものです。その内容を見ていきましょう。当時、 正式な食卓に連なるということは、どういう習慣があったかです。まあ、この字型、U 字型の食卓が用意されているんですで。左肘をついて横になった状態で食事をするわけです。まあ、その食卓というのは低い食卓で、左肘をついて横になって食事をするほどの高さですね。主人が座ってる席がありますが、 主人に近い席ほどより栄誉ある席です。ですから主人は高貴な客を自分のそばに置くという習慣があったわけですね。でこの食卓に招かれた人たちはイエス様がご覧になると自分が重要な人物であることを示すために定席を選んでいた上座を選んでいたということですね。 それを見てイエス様が例え話例えを語るわけです。8節9節から例えの内容が始まります。結婚の披露宴に招かれた時には上座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれません。あなたやその人を招いた人が来てこの人に席を譲ってくださいということになります。その時あなたは 恥をかいて、末席につくことになります。はい。八節、九節。これを今から解説していきます。ここでのキーワードは、招かれたという言葉です。招かれたというのがキーワードなんです。ギリシャ語の動詞は、彼をって言います。彼を。招くという動詞ですね。これがなんとこんなに出てくる八節で2回、九節、十節で2回。 12節で2回。13、16、17、24節だからこの部分は、こんなに招かれたという動詞が出てくるんです。つまり私たちは、神から招かれてるんです。私たちがクリスチャンになったのは招かれたからなんですね。そのことを押さえた上で、じゃあ8節にもう一度帰ってください。結婚の披露宴に招かれた時にはとありますが、 パリサイ人たち、パリサイ人あるパリサイ人がイエスを招いたこの食卓は結婚の披露宴ではありません。しかしイエスは例え話の中で結婚の披露宴を取り上げています。これは霊的教訓があるという話をしましたが、メシア的王国の始まりに宴会が開かれるんですが、それをイエスさんは想定しておられます。 メシア的王国の始まりに開かれる宴会というのは子羊であるイエスと教会の結婚の披露宴だと聖書は教えています。これがイエス様の例え話の意図ですね。結婚の披露宴というのはメシア的王国の前に開かれる子羊と教会の結婚の披露宴である。ユダヤ人たちは 日常生活の中でこういう体験していたんですね。自分から選んで上座に行くともうちょっと下がってくださいって言われて恥をかくことがある。これは彼らが経験したり目撃したりしてきたことなんですがユダヤ人たちはそこから霊的教訓を学ぶべきであるということです。もし胃ろうで定石を選ぶなら後で恥をかくことになる。これは 誰もが経験している。そこから学ぶ教訓というのは何なのか、主ュイエスはこれをしようとしておられるんです。神の国で最も重要とされる資質の一つが謙遜だということです。クリスチャンが謙遜さをなくしたら神様に喜ばれることはありえません。どんなに立派な働きをしている方でも 傲慢さが見えたときに私たちの心は離れていきますね。謙遜な人ほど魅力的ですね。神の国で最も重要な資質の一つが謙遜であるということ。さらに、二番目の教訓は人は招かれてるんです。つまり人は自分で定石を選ぶことはできないということなんです。自分から定石を選ぶなということです、ね。 三番目に、それゆえ、自ら減りくだることを学ぶべきである。謙遜を身につけるべきであるということ。ということは、四番目、高い地位を求めるのではなく、定石に就こうとして、イエスの弟子となることを求めるべきである。イエスの弟子となるっていうのは減りくだることですね。自らを低くする人、自らを低くするなら、 神が高く上げてくださるんだ。これをイエス様は教えているわけです。さらに教えが続きます。十、十一節。招かれたなら、末席に行って座りなさい。そうすると、あなたを招いた人が来て、友よ、もっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時、共に座っている皆の前で、あなたは誉れを得ることになります。 なぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ自分を低くするものは高くされるからです。はい。これは単に宴会に招かれた時の作法の話ではないんです。霊的教訓があるということをさっきから申し上げています。末席に座る理由は何なのかなぜ末席に座るのか自分は 主人ではないから自分で席を選ぶ立場にはないんです。自分は招かれた客人なんだということを忘れてはいけないんです。ここで、あなたを招いた人ということがあります。その人が来てくれる。これは、この例えの中では神様のことです。神への言及です。あなたを招いてくださった神ご自身が来て、神は自らを低くする人を高く上げてくださるということです。 その時どうなるのか。その人は皆の前で誉れを得ることになるんだよということです。これは霊的教訓があるんですね。神の国における地位は自分で獲得するのではないんです。神によって与えられるということですね。そしてこの話の結論はこれです。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は 高くされるからです。これが結論なんです。自分を高くする者は恥を見るんです。謙遜な者は逆に高くされるんです。この原則は今の世においても、つまり社会生活においても有効ですよね。と同時にメッシア的王国においても有効です。霊的適用があるんですね。謙遜になるっていうのは イエスの弟子ととして歩むことだからイエスはその食卓で人々が定石を狙って奪い合いをしている様子を見てどういうレッスンを教えたのかメシア的王国においては自分を低くするものが高く上げられるつまりイエスの弟子としてこの世の評価からは関係のないところで神に仕えていく人こそ高く上げられるんだということをイエス様は教えておられるわけですね。 さあこれで今日の箇所の解説は終わりました。これから結論に入っていきます。一番目、キリストの模範。イエス、シューイエスの特徴は、教えただけではなくて、自らそのように歩まれたということです。だから私たちは、イエスの生き方、 あり方を通して、さらにイエスの教えを通して、二重の意味で教訓と励ましを受けることができるんです。イエスの模範というと、すぐに思い出す言葉がピリピリというね。手紙の二章五節から九節ですね。これは神学的にも非常に重要な箇所です。ちょっと長いですが、極めて重要ですから、全部読んでみます。 キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで それも十字架の死にまで従われました。それいえ、神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。はい、ピリピ二の五から九ですね。第、は、五、い、節に戻ってください。キリストイエスのうちにあるこの思い、これ何かというと、今日取り上げている内容は謙遜ですね。イエスの謙遜な生き方から教訓を学びなさいというわけですね。 さあ、この箇所が教えている内容は、具体的にはこういうことですね。キリストは低くなられた。どこまで低くなられたのか。神である方が人となってくださった。しかも誕生するときは、ベツレヘムの家畜を入れておく穴の中で、洞窟の中で生まれてくださった。最低のところから スタートしてくださった王宮で生まれたんではないんです。最低のところからスタートしてくださった。そして最後は与えて与えて与えて与えた末に十字架の上で自分の命を持っている全てのものを私たちのために下すった。でもそこで終わらなかったんです。 死んで墓におむられ、三日目に復活し、復活したイエスは四十日後に天にあげられ、今は神の右の座に座して、権威ある座に座して、私たちのために取りなしをしておられるんです。神はキリストを高くあげた。今キリストはこの状態にあるわけですね。これが フィリピ二章の5から9が教えていることですね。2番、パウロはこの手紙を何で書いたのか。フィリピ教会の人間関係の問題があったわけですね。リーダーがどうも競い合っていたようですね。なんかうまくいかなかったようですね。パウロはフィリピ教会の人間関係の問題は、キリストの模範に習うことによって解決するということを、ここで 教えたわけですね。キリストが謙遜になられたように、私たちも謙遜ということを学ぼうではないか。そうすれば、教会の問題は解決するんだ。はい。この原則は、今も有効である。そうですね。だから、ピリピリという手紙を読むと、教えられるわけですね。喜びで満たされてくるわけですね。キリストの 模範から教訓を学ぶべき人が今日はたくさんいるのではないでしょうか。二番目のポイント個人的適用を見てみましょう。キリストの模範がありました。二番目個人的適用。ルカ十三の三十見てみましょう。ルカはこう言ってましたね。これイエス様の言葉です。いいですか。後にいる者が先になり、先にいる者が 後になるのです、はい、前後が逆転するということですね。この言葉、まあ、後にいる人というのを謙遜な人というふうに置き換えてもいいかもしれませんね。今私たちはどうでしょうか現代人はどうでしょうか。まあ、今日の例え話を釈放すると現代人である私たちは宴会でまるでね 宴会での上席を求める人のように、悪せセク働いてるんではないでしょうか。悪せセク思い患らってるんではないでしょうか。例えば、この世で高い地位を得ようとして、ロ苦クしている。あるいは、高収入を得ようとしてロ苦クしている。あるいは、衣食住の問題で悩みを抱えている。あるいは、 自分が有名になりたいあるいは有名な人と自分は知り合いだということを誇りとしているいろんな自分を動かしている動機原動力を見るとこの世において定石に座りたいという思いの塊のような生活をしているで今日のこの話はシュイエスがパリサイ人に語ってるだけではないんです私たちに語ってるんです パリサイ人はダメだなと思ってるってあれば50点しか学んでないんです。シュイエスは私に語ってるんです。それは何かというと、むしろ私たちが求,る求めるべきは奉仕の場なんです。これが低くなるということなんです。つまり、高慢になって自分を誇るんではなくて、 謙遜になってキリストの弟子となること。当時のユダヤ文化の中で、ユダヤ人の共同体の中ではイエスの弟子となるということは、この世から評価されない道を歩むことですね。不評な道を歩むことですね。今の私たちの生きている時代も同じです。クリスチャンになって忠実にイエスを歩むことは必ずしも評価されない。キリストの弟子となること、さらに 隣人愛の実践ですね人の目に見えないところで隣に置かれている人を愛していく隣人愛の実践ですね謙遜になって奉仕の場を求めるということその決断をするまあすっきりしますよこの世で定石を求めることそのレースから私は脱落しましたそして 宴会の席で、メシア的王国が始まる時の宴会の席で、イエス様から神座に呼んでいただけるような道に切り替えました。決めるんです。すっきりしますよ。喜びで道あふれますよ。そういう道をお互い歩もうでありませんか。お祈りしましょう。 天の父なる神様、今日私たちに大きなチャレンジを与えてくださり、ありがとうございます。日々の生活で瞬間瞬間、イエス様にお仕えする、あなたに喜んでいただける道を選ぶ、そのことだけを目標として歩むことができますように。今日、謙遜が私の人生の第一の 目標であることを心に決めた一人一人の上に、あなたからの祝福を注いでください。心を喜びで満たしてください。主イエス・キリストの皆によってお願いします。アーメン。はい、ありがとうございました。